生成 AI などのデジタル技術を使って福岡市内の屋台が営業しているかなどを確認できる屋台 DX が今日から始まります。焼きラーメンがあるお店を探すんだったら、まあグルメから探すというところにします。福岡市の高島市長が午前10時の会見で発表しました。今日から市内101件すべての屋台の営業状況がわかるようになります。 福岡市の屋台の LINE 公式アカウント、福岡ガイドから利用が可能です。屋台に設置された IoT 電球の点灯をシステムが感知して営業中と表示される仕組みです。また、生成 AI を活用したチャットボットによる屋台常連の AI おいちゃんも登場しました。 利用したい状況や場所などをチャットで話しかけると、博多弁でおすすめ屋台が紹介されます。AI おいちゃんや屋台検索機能は英語版への切り替えも可能です。